天正3年5月、信玄亡き後、武田軍を率いる勝頼は武田四名神をはじめとする名将たちと共に長篠の地に布陣した。その数およそ15,000。相対する織田軍30,000のもとには最新鋭の鉄砲隊が集った。戦国最強と名高い騎馬隊は今まさに魔王の銃弾によって切り裂かれようとしていた。信長様、この長篠の地に鉄砲3,000丁集まりました。鉄砲隊を3組に分け、変わる変わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。突撃してくる敵武田騎馬隊は耐えることなき銃弾の嵐に見舞われることでしょう。来たか、信長が首はここつる。おお、乱丸、おじぎ、戦支度に念が入ってんな。どうしいか。戦を前にお気楽ですね。何根詰めなくたって大丈夫だよ。俺ら織田軍の勝ちは決定。そもそも戦にはならねえ。味方の兵は敵の倍。おまけに馬防柵と土塁で野戦とは思えねえほど防備を固めてある。まるで城だ。とどめに集めも集めたり3000丁の鉄砲、これに飛び込むなんざ死にに来るようなもんだ。じきに敵は引いちまうさ。いいえ、利家様、敵は引きません。それがモノノフです。勝ち目もねえのにかよ。バカ。勝ち目ならある。敵本体が我らの鉄砲攻撃を受けている間に、別動隊が騎馬隊の機動力を生かして迂回、半包囲して接近戦では脆弱な織田鉄砲隊を撃滅。信長様を討ち取れば我ら織田家は滅亡必至。我らに押されていた武田家、起死回生の一手です。んな勝ちの目掴む前に死んじまう。いくら起死回生つったって、視線の先に勝利を掴むこそモノノフぞ。忘れたか、我らが視線の先に掴んだ勝利、桶狭間の戦いを。桶狭間。15年前、上洛を目論む今川義元率いる40,000の大軍が織田領へ侵攻を開始した。対する織田軍、わずかその10分の1。味方砦ではあっという間に続々と陥落。奇襲隊も一蹴され、織田家滅亡は必至だった。だが大殿は引かなかった。むしろ突っ込んだ。深く視線の向こうへと、勝利をつかみに。無謀と思われた少数の兵での強襲で、信長様は今川軍を海乱に陥れた。そして罪を犯し、織田家を追放されてた俺は復帰をかけてがむしゃらに今川本陣に突っ込んでた。様はなんて方だ。あの劣勢を覆しちまった。しかしまずいな、周り中敵ばっかだぜ。こう焦って突出しちまったか。はあ、ありゃ、もう今川義元。そっちは何者かの。マロと蹴鞠に来たのかの。元織田家赤穂衆筆頭、前田利家、帰参するため大金星いただくぜ。の、の、いや、のじゃねえよ。前田利家、人呼んで槍の又座まかり通る。の、いや、だから上洛なんてバカなてめえの夢は
ここで終わるだっつってんだよ。バカか。バカかもしれぬの。が、バカになれねばできぬこともあるの。はあ？信玄、氏康、マロの弟たちもみんなバカじゃの。ただひたすらに民のため太平を願い、答えのない戦いを戦っておる。まさしくバカじゃの。それに比べ年家とやら、そちはお利口さんじゃが、つまらぬの。なんだ、マリバカ殿様じゃねえのかよ。マロを撃つのかの。上洛して乱世に秩序を持たせるのはこのマロのみ。マロには天下の民草1200万の命がかかっておる。それでも撃てるのかの。覚悟がなくば下がれケロ。信長様、その覚悟信長が背負おう。信長様は今川義元を討ち、桶狭間の戦いに勝利、一躍天下へと飛翔した。上洛し天下に号令を下し、室町幕府を滅ぼし、武田家をはじめとする敵対勢力の織田家包囲網も打ち破った。そして最後の抵抗を試みた武田軍の侵攻をここ長篠の地で迎え撃った。撃て。最強の武田騎馬隊が鉄砲の速射の前になぎ倒されていく。これは戦ではない、殺戮だ。地獄が作られていく。武田の奴ら、命が惜しくねえのかよ。命など何ほどの意味がありましょう。バカ野郎、何もかも生きていてこそだろうがよ。ただ生きていて、それだけで意味があると。耕して人の食を満たさず、旗を折って人の体を温めず、我らもののふにできることといえば殺戮と破壊のみ。そのようなものに生きているだけで価値があると。だけどありゃ無駄死にだ。モノノフは生き様を世に示すことにこそその価値がある。そのために捨てる命ならば何も惜しくはありません。ただ生きていればよいなど無価値です。てめえの理屈は正しいかもしれない、だけど俺は納得できねえ。命ってのはそんなもんじゃねえだろ。年家、乱丸、話は終わりだ。来たぞ。ただ目の前の敵を撃て。ありえねえ、あの弾幕を、あの馬防柵を越えてきたってのかよ。たーお、おい、乱丸待て。あれこそは武田の騎下、真田幸村。織田に人あらば、いざ来ません。森乱丸、参ります。
いやー覚悟はできています。どうぞ。見事な散り際。トシエ様、知らせねえよ乱丸。俺はコリコーでつまんねえ奴なんだろう。さっきも考えてるうちにお前に先に行かれちまっただけだよ。納得できねえんだ。おめえらの生き様は綺麗だけどよ、命ってのは汚れだってなんだってもっと大事で、もっと違う気がしてならねえ。俺は間違ってっかもしんねえけどよ、この間違いの向こうにしか俺の正解はないような気がすんだよ。だが俺は間違いに突っ走る。バカにしか見えねえと思うけど、バカにならねえとできねえことがあるって言ってたやつがいたからよ。トシエ様。おい雪村っつったな、てめえも命なんざくだらねえって口か。雪村くどんなれば我が槍にてお答えもんさ。よしかっこいいじゃねえか、俺より全然正しいんだろうね。だけど俺は納得できねえ。だから間違わせてもらうぜ。バカやって織田家を追い出された槍のまたさの昔に戻ってとことんバカになってやろう。真田幸村、いざ参る。来やがれバカ野この戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべきよ。故に信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みぞ。光秀、この地獄を見てどう思う？ただ信長様の道に従うのみ。私の望みはそれだけです。であるか。かくして一度は天下に王手をかけた武田家は滅亡した。この時点で信長は天下に最も近い大名の一人となった。天下布武の号令のもと、信長の台頭はますます苛烈を極めた。遥かなる進軍はまだ始まったばかりであった。